こんにちは、心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回は1日10秒ほどで幸福度を上げていく方法というものを解説していきます。で、結論から言います。まず幸福度を上げるためにすぐできるのは五感を変えること。結構このチャンネルで定番で言ってることですね。で、中でも一番簡単に五感変えれるのは視覚なんですよね。で、この視覚を遮断してあげる。だから目を閉じるとか、目の前をこうやって手で伏せるだけでも OK。で、これをどういう時にするかというと、一番分かりやすいのが食事の時です。食事の時ね、例えばスマホ見ながら食いとか、テレビ見ながら食い、仕事しながら食い、このながら食いっていうのをやめるんですね。でもやっぱりやっちゃうじゃないですか、なんか退屈だしね。で、その時にながら食いしたりしてる時にちょっと目を閉じる、一瞬でもいいです。じゃあね、本当に味覚と嗅覚むちゃくちゃ感じるんですよ。味をより濃く感じるっていうのかな。で、風味とかもものすごく感じやすくなります。それを何回か体験してみてください。そうするとながら食いとかしてたら、いつの間にかこうお皿の上にご飯とかがなくなってて、でしかもなんか食べた気にならないんですよね。で、なんかジャンクフードとかに手が伸びたり、なんか口寂しくなってお酒欲しくなったり、甘いもの欲しくなったり、人によってその時の疲れの状況とかで食事への満足度が低いと他のもので満たそうとするんですね。で、その他のものっていうのが今言った甘いものやお酒やジャンクフードっていうように、分かりやすく脳にこう中毒性とか快楽を与えるものに手が伸びちゃう。で、それに手が伸びるとやっぱり腸内環境があんまり良くなくなるんですよ。そうするとぐんぐん幸福度っていうのは下がっていきます。体と心っていうのはがっちりつながってるんですね。嫌なことがあると頭のあたりじわじわしたり、胃がムカムカしたりするじゃないですか。あれと本当に同じで、呼吸も荒くなったりもするということは、五感を変えるっていうことは、これ体の感じ方変えるってことなんですね。だから体を変えてることなんです。体の状態を変えて心を変えていくってことなんですね。普通カウンセリングとかセラピーって先に心を変えるんですよね。で、その心を変えていくことによって、体に出てきた抑うつ症状だとか、脱力感無力感とかへの変えていくんですが、逆からアプローチするんです。こうすると、詳しい心理学の知識とかなくても心っていうのを自然と変えることができるんですね。で、なんで五感なんだろうとか言う人もいると思いますので、それに関してはまた下に、これの根本的な部分、五感を変えて全て感情や行動が変わっていくっていうようなことは、別動画で解説してますので、またご覧になってください。で、例としてはピクニックでおむすび食べた時美味しいって小さい頃感じたことあると思うんですね。あれ、食べる場所の五感も変わってる。で、だからこそこう普通のおにぎりがとても美味しく感じるんですね。しかも歩いて体酷使して疲れている状態に栄養が入るから、より美味しく感じてるんですね。あれってやっぱ体から感じ方、心っていうのが変わってる例なんです。でもいつもピクニックに行くわけにいかないので、目を閉じるだけっていうのをしてみてくださいと今言ったんですね。じゃあ味覚と香りがすごくなる。で、実はこんな簡単なことにもものすごくね、人の幸福度を上げる哲学的な部分っていうのが根本にはあって、実は人っていうのは量で満たそうとするとどんどん幸福度が下がっていくんです。だからジャンクフードとかって食べても食べても止まらなかったりするじゃないですか。で、過食の、摂食障害とかになると、過食嘔吐って言って食べまくった後に嘔吐してしまったりもするんですね。要は人間っていうのは小さな幸福度をたくさん際限もなく中毒性で満たそうとすると幸福度はどんどん下がります。で、まずは目を閉じて食べてみてください。本当に味覚と香りで満足度が上がります。そうすると量のやり方から質への変化に変わっていくんですね。なんか質のいいものを量少なく摂取していく。で、これって愛情とかも同じなんですよ。強依存的になる人っていうのは、自分の中の空っぽさを他人に貢いだり、他人を支配することで満たしてると勘違いするんですが、それってとっても幸福度が低いことなんですね。で、自分への幸福度はほとんどないから、だからどんどん依存してしまうんですよ。
でもジャンクフードとかと同じで、それによって満たされた幸福感っていうのはないから、少ない量の幸福感、しかも錯覚の幸福感を無限に欲しくなってしまう。そういった量の議論から質の議論に変化させていく、これが人生の幸福度を上げる変化なんですね、っていうような、まあやたらと小難しい議論を超単純化させたものが五感を変える。それもさらに単純化させたものとして、ご飯食べるときにちょっと目閉じてみてください。で、まあ職場とかね、人の目があるところでご飯食べる方が多いときは、ちょっとこうちょっと下向くだけです。口に何か含んで噛んでるときにちょっとだけ、もう2秒でもいいです、1、2ぐらいでもいいです、ちょっと下向いてやるだけ、ぜひやってみてほしいと思います。で、これらで本当に味覚と香りすごいなっていう経験積むと、ながら食いっていうのをね、だんだんしたくなくなるんですよ。なぜなら本当に味覚と香り感じてたのにもったいねえって感じるようになるから。せっかく美味しいものとかも、自分で作った料理とかも、なんか2分3分でテレビ見ながら食べてたのがすごいもったいなく感じる。するとながら食いをやめるようになるし、ここから初めて、まあ、噛む回数増やしてみようよとか、よく味わってみようよとかいう話になるんですよね。でもね、30回噛めって言われても、特に早食い癖のある人なんて難しいじゃないですか。なので一旦目を閉じるっていう、この簡単なことから始めて、人生の幸福度を全体的に底上げしていく、足がかりにしてもらいたいなと思います。はい、では今回は幸福度を上げる方法ということでお話ししました。参考になったと思われた方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では今回は以上です。ありがとうございました。